藤谷ふみ子藤谷ふみ子は大阪府大阪市淀川区出身の女優、小説家、エッセイスト。武道を習得するために来日していたスティーブンセガールと大阪市淀川区13にある合気道道場の娘、藤谷美也子との間に生まれる。モデル、映画俳優、映画監督のケンタロウセガールは実の2位。夫は映画脚本家、プロデューサーのハビエルクヨン。 1995年、映画、ガメラ大怪獣空中決戦のヒロイン、草薙やさぎ役で、映画デビュー。ガメラと唯一心の更新ができる少女を演じ、大阪映画祭新人賞を受賞した。1996年公開の、ガメラにレギオン襲来と1999年公開の、ガメラ三者真覚醒でも、同役を演じ、代表作となった。2000年、自らの小説。 東非部焼け剣を映画化した、式日に主演。2006年、資生堂の短編ドラマを演出、テレビ、東京ドラマファクトリーにて放送。2010年、三木里史監督の、熱海の捜査官で、初の連続ドラマに出演。2015年、映画、複製された男の脚本家で、プロデューサーのハビエル・クヨンと結婚。2016年12月、第一子を出産。 2018年7月、第二子を出産。愛気道を習っていたことから、格闘技のできる少女を募集していた映画、ポリスストーリーさんの公開記念イベント、アジアンビューティーコンテストに応募し、審査員特別賞を受賞。三井不動産販売、三井のリハウス六代目リハウスガールで注目を集める。ロサンゼルスと日本に拠点を構えて活動しており、宇宙作家クラブ会員で、 中島ラモが晩年に率いたバンドの一つ、ファーザーズガールズのメンバーでもある、現在のレギュラー過去の出演番組、ありがとうございます。